みなさんご機嫌ですか？どうもキーボーです。みんな乗ってるかい？やれんのかい？ついてこれんのかい？まだまだ暴れられるかい？日本のミュージシャン、ライブでお客さんに確認しすぎ。どうせ何聞いたってウェーイイェーイとかしか帰ってこねえよ。声が小せえぞ。いや、マイク使ってるお前が言うなよ。みんな、今日は本当にありがとう。今日来てくれたお客さん一人でもいなかったら今日のライブは成功しなかった。多分そんなことねえよ。というわけで今回はボケてツッコミ第17弾行ってみたいと思います。思い出すな、あの時のあれ。完全に忘れてんじゃねえか。もう一度お聞きします、神様。僕があの時交差点で助けようとしたのは白い猫じゃなくてコンビニの袋なんですね。無駄死にどんまい。っていうか、お前を引いた車の運転手の方がかわいそうだよ。だけどお前はお前自身の道徳を守ったんだ、立派だ。無駄死でしたけどね。お前らを倒したらまずはパソコンの中身を見てやると相手が言ったら、ものすごい勢いでレッドが生き返った。どんだけ見られたくないもんが入ってんだよ。まあ、もし俺が死んだ後で誰かが俺のパソコンを見ようとしたら、首だけでも生き返ってやるわ。待合所で宿泊施設代わりの無断寝泊まりはお断りします。どうしても寝泊まりを希望される方はかかってきなさい。いや、穏やかじゃねえな。急に格ゲーっぽくなったな。いいな、いいな、覚悟はいいな。そういう意味でのいいなじゃねえから。急にこの人間が怖く見えてきたよ。男性がいないと安心。貨物列車に乗るべき。貨物列車に乗るべき。せめて人として扱ってやれよ。女としてはもう扱わなくていいから。お好み焼きの食べ方を知らない。生じゃねえか。ドナマだよ。生はこの人らに任せとけばいいよ。